に積極的な女性についてこれこそ日の目が当たらないというかなかったものにされている、蓋をされて私たちは臭くないはずなのに女性の性欲について、うん、性感に関する目覚めが自分の中で結構早かったなって、うん、自覚があって、うん、女性に性欲がない方が都合がいいことがいっぱいあったんだろうみたいな、うんうん、小座を書くぐらい、うん、いいっていう私たちポジティブに捉えてるんでこんにちは、食べされてる性の知識を大人に広める滝本一華です。今日は場所を変えましてゲストにも来ていただいております、まゆなぶさんとトワジョーさんです。あ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、エロスご飯研究所をしてます代表のまゆなぶと申します。よろしくお願いします。私はあの食とエロっていうのを掛け合わせて健康っていう面から内側から整えて、うん、その人のエロスを引き出していくっていう活動を主に SNS を通してしています。よろしくお願いします。お願いします。東条です。よろしくお願いします。SM 城と金箔師とこう快感関連に関する先生を全体的にやっております、うん、よろしくお願いします。お願いします。まゆなぶさんは以前もあのチャンネルに出ていただいて、その時は勃起力の上がる夏エロスご飯ということで、うん、簡単に作れて勃起力が上がるレシピをレクチャーしていただいたんですけど、いまだに作ってます。もうもうあの本当に作りやすくて美味しいのでもうしょっちゅう作ってます。ありがとうございます。よかったら皆さんそちらの動画もご覧ください。トワジョーさんはツイッターの方で以前から交流させていただいてまして、普段はね名古屋で活動されているので名古屋に行って講習会を受けさせていただいたり、ありがとうございます。その説は脳域の命名者で、脳域って皆さん聞かれたことあるかなって思うんですけど、もう本当に桁違いの性のプロなんですよ。桁違い、桁違いやった、そう、人間の体の構造とか反応を熟知されてて、なおかつその反応を引き出す技術も持っているという、本当にすごい方で魔女みたいな存在今日魔女っぽい格好でそう、私はもう目の前でそのやってる技術を見せていただいたので、匠だなみたいな、匠、お、匠かっこいい、すごいんですよ技術が、快感の匠、うん、ババーンみたいな、出しといてもらって出しといてもらってここに快感の匠みたいな私たちはそれぞれ性の知識を広めるべく、さまざまなアプローチでいろいろと活動しているんですけど、3人でも一番最初はツイキャスで座談会をさせてもらったり、あと今日ちょうど昼間あの女子向けの対面のいける体になるためのアプローチ講座というものを開催してきまして、すごい大盛況大盛況で良かったですね。楽しかったです。で、そう、私念願の YouTube なんですよ。女性だらけで、うんうん、あの性のことを詳しく知ってる方と話ができるって、まあ、なかなかないので、うん、すごい楽しみにしてきました。うん、今日はよろしくお願いします。お願いします。乾杯。今日はですね、性の専門家女子座談会ということで、タブー視されてる性、特に女性の性について悩みがあってもなかなか人に聞けなかったりとか、友人同士でも性の話は阻まれるっていう方も多いと思うのと、女性の性って結構勘違いされてることが多いと思うので、そのあたりを性を専門としている私たちが率先して話していこうという回でございます。切り開いていこうテーマを設けまして、それについてそれぞれ議論していきたいと思います。はい、ではまず一つ目のテーマが女性の性欲について、うん、世間では、まあ、女性の性欲は少ないみたいなイメージが先行してたりするんですけど、うん、皆さん性欲ってどのくらいありますか。どのくらいがまずなんかちょっとね、うん、このメーターがないからすごい難しいなとは私もちょっとそれ聞いて思ったんですけど、うんうん、私自身はすごい幼少期から結構やっぱ性の目覚めみたいなのが、自分の体とか性感に関する目覚めが自分の中で結構早かったなって
自覚があって、うん、本当それこそ 2,3 歳ぐらいの時からその自分の体で快感を得るみたいなものにすごい興味があったので、うん、それが性欲の始まりなのかなと思っていて、うん、それをもうずっと継続してきたような感じだから、うん、なんか私の中では性欲っていうものが自分の中であるのが割と当たり前だなっていうふうに感じてたので、だから女性が性欲がないものとされてるみたいな、なんとなく、うんうんうん、なんかみんなそう思ってるみたいなのがすごい謎でした。少ないことにされてるっていうのが思い込まされてるですよね、うん、多分どっちかって言ったら、うん、そうであってほしいっていうのがこう時代を通して続いてきちゃってるみたいな、うんうんうん、今もこの現在だけとか周りだけとかじゃなくて、こうずっとある流れの中で女性に性欲がない方が都合がいいことがいっぱいあったんだろうみたいな、うんうんうん、で実際あるんですよ、だから、うんうん、自分自身も全然あるっていうのか、どのぐらいっていうとちょっとやっぱり量で測りにくいものだなと思うんですけど、うん、あるのはあって当たり前って、そう同じように感じます、うんうん、私も早かったですね、うんうん、結構幼少期の頃からっていう、うんうん、目覚めは早くて、だからこう自分で触ってみたりとかどうなってるんだろうなとか思うことは早くて、うん、あるのは当たり前っていうのは絶対自覚してもいい、うんうんうん、で女性にあって当たり前、うんね、でこう割と早い段階からあっても普通のこと、うんうん、だけどこれでこう絶対勘違いしてほしくないのが、あるからってちょっかいかけていいってことじゃないっていうのを、これは大きい声で言っときたいって、ね、ほらちっちゃい子だってあるんじゃないかっていうタイプのね、逆にみたいな感じで、ね、その子に欲求があるっていうことと誰かと何かをなすことはもう全く別みたいな、そうそう、ね、別だよって理解してくれる人が少ないのの予防線として女性にはないことになってるっていう可能性も、こっちの可能性もある、ないことにしとかないと被害に遭いやすいっていう可能性も、痴漢だとかレイプだとかそういう系の裁判とかでなんか、え、感じたんでしょとか、嫌だって言い切れなかったんでしょとか、うん、いや、そうですよね、そういうことじゃないじゃない、はい、もう私たちに欲求があるっていうのと、うん、その人と何かをするっていうのはもう全然別の話だよって、うん、これを分けてちゃんと考えてくれる人が多くなればいいなっていうのをすごく思います、うんうん、三大欲求って、うんうん、まあ、性欲、食欲、睡眠欲ってありますけど、うんうん、なんか性欲だけが見せるとじゃあみたいな感じになるじゃないですか、うん、じゃあみんな三大欲求あるけど食欲あるんですって言ったら、うん、じゃあなんないなんないなんで性だけがじゃあになっちゃうのか性欲っていう言葉が持つみんなのイメージがやっぱり直接的に行為にこう結びついちゃってるみたいな人が多いからってなると、やっぱり怖いから女性もいやいやいや興味ないみたいな感じになっちゃってるのかなっていうような感じはするかな。いろんな人に私性欲ありますって言ったら危険にされてると思うんですよね。私は自分へのその性欲の矢印というか、うんうん、それが向いたのは全然もう二十歳過ぎてからとか、うんうんうん、で異性交友みたいなのは興味が出たの高校生ぐらいなんですけど、うんうん、高校1年生の時に早期性教育を受けたので、うん、その時に性衝動性行為みたいなのはまだまだ先の話だなみたいなふうに思ったんで、やっぱ二十歳過ぎぐらいに性欲みたいなのを自覚したんですけど、二十歳ぐらいに感じていたその性欲に比べて30を過ぎてから増してる感じがすごいするんですよね。それどうですか？それは感じるし、食欲の話だとなんか食べたいものがその時によって変わるように、うんうん、なんかその欲しい気持ちよさが変わってきてるっていうか、なんかそういう感じでの変化も感じるし、増してるような気はしてます、うん、欲求の種類が確かに変わってる感じがしますね、うんうんうん、その若い頃のもうちょっと衝動的な、うんうん、こう知的好奇心がね、うん、そうそう知的がどうなのかなみたいなのはもうないので、うん、自分にとってのいいものっていうのが確立されてるからこそ、それしか別にいらないから、うんうん、そういう意味でこう数が欲しいとか、うん、いろんなものを試したいとか、そういう欲求がなくなってるっていう感じですね、うん、一般的には
性欲が30代ぐらいから男女の性欲曲線が、うんうん、こうなるってねよく言われてますよね。こう、うんうん、男性は下がっていき女性は上がっていくみたいな、うんうん、30ぐらいですかあれが。そうそう、ロングみたいなので30させ頃40しざかり50ござかけみたいなの聞いたことあります。ある50ござかけ、ござかけ50ござかけ、あのござを書くぐらいいいっていう、うん、だから女性はそっから成熟していくんだ、ね、そう開発がなされて体がこう、ねねね、いい感じになっていったんですよ。なってくんだ。体感として実感ありますよね、うん、ある、うんね、そうで、ただその性知識ベースで言うと、うんうん、30を過ぎたあたりから女性は女性ホルモンが下がっていくので、うん、性欲ってなくなる方が当たり前なんですね。自分の体感的にもそういう言葉があるのも、うん、なんでこれ出てくんだろうなって思ったら、年を取ることをポジティブに捉えている人は、うん、セックスの頻度が高く満足度も高いことが報告されているっていうのがあって、これかなと思って、うん、ポジティブに捉えて、ね、私たちポジティブに捉えてるんでいろんな方いると思うんですけど、うん、年取ることにちょっと嫌だなって思っちゃうともったいないかなって、うんうん、こういうところにも出てくるかなって、うん、一番ちょっと今日話したかったのが、うんうん、性に積極的な女性について、うん、これこそ日の目が当たらないというかそうなんですよ。蓋をされて私たちは臭くないはずなのに蓋をされてキュッて存在しない感じで扱われることがすごい多いなと思っていて、こうやって表に出てる人たちとか生産業をなりわいにしてる人たちが特別性欲が強い人たちなんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけど、これについてはどう思われますか。逆に生産業をなりわいにしてる人性欲強いわけじゃないですよね。逆にね、本当にたくさんの方と関わって仕事である程度のクオリティを出すために逆に性欲がすごく下がってる方多いです、うん、ですよね。私的にはなんか女性が性に積極的なので、うんうん、なんかこう自分の体のことにも積極性が高いし、うんうんうん、自分の体をよく知ってるってことはその相手のことも知ろうと思ってくれてるみたいなような感じがして、性に積極的っていうとなんか変態みたいな感じで思われる人も多いと思うんですけど、なんかすごい生きていく上ですごい大事な要素なのかなってすごい感じてます。私は性に積極的イコール性欲が強い、うんうんうん、そしてビッチみたいな感じにつながってますよね。なんか勘違いされてますよね。ビッチっていうのが違うよねってなるから、そこが私たちは性欲が強いわけじゃないっていう風に多分言うしかないみたいな、その話はね一番最初の話と一緒で、性欲があるっていうことと人とするっていうことがもう全く別の話なんだよっていう、逆に人といっぱいしてる人っていうのは自分の欲求っていうのをはっきり理解してない可能性があるので、違う欲求を埋めてるっていう確率がちょっと高いじゃないですか。その動きで埋めるんだったらそれはそれで全然いいけれども、性欲っていうものにフューチャーして考えた時に、性欲があるからいろんな人としたいっていうのではない。そうですね、ないとかもしくはなくなってしまったの方が問題、何かしらの多分問題を解決しないと、そこを復活させるの難しいのかなぐらいな感じに、ね、大事なみんなが持ってる欲求っていうような感じのイメージはあります、ね、ストレスと疲れがもうものすごく影響しますよね。本当そこ大事ですよね。食欲がないってなったら、そうそう、体調大丈夫って心配しますよね。かなり心配だね。寝れなかったら薬飲んだりとか、それと同じなはずなのに、性欲だけは、そうそうそう、じゃあ男性のセックスがしたいっていう性欲と、女性のセックスがしたいっていう性欲って違いませんか。若い頃の興味、興味みたいな時は多分似たような感じな部分もあるのかなって気がしますけど、やっぱ経験積んでくると、男性もそうじゃない場合もあると思うけど、結構差があるのかなっていうふうには思います。男女の差っていうよりは男性が置かれているその初期の欲求が叶いやすさの差、女性が初期の欲求の叶いやすさの差で、この
初期の欲求が先に満たされないと次の欲求みたいなのに多分行きにくいのかなと思って、それこそとりあえず経験してみたいだとか、とりあえず好きな人とお付き合いしてみたいだとか、とりあえずこうすっきりしたいっていうこの辺の欲求が叶わないままだと多分その叶わない人たちはずっとこの欲求を持ってるから、このタイプの人とこうそれを過ぎて愛し合いたいだとか、で癒しっていうものとかにフューチャーしてる人たちとここで差が生まれてる、私のもう考えではここが満たされれば似たような欲に一応行く予定なんじゃないかなって、状況なんじゃないかなって思ってるんですけど、どうですかこの辺。何回も経験してるのにずっとその男性の方で、まあ、性欲は処理するものっていうような感じでいる方は多分いつまで経ってもその考えの方だとさんいるんですけど、女性ってなんか性欲って処理するものって思ってる方ちょっと少ないかなと、パートナーと満たすものみたいな考えが多いと思うので、なんかそこでやっぱり相互ができちゃうというか、男性が女性がセックスしたい、性欲があるセックスがしたいと思ってるっていうのを勘違いしやすい、なるほど、一緒ぐらい処理したいはずだと、じゃあ一緒に処理しようよみたいな、ああそれはかなり差が出ますね。出ますよ。そうじゃないなみたいな、DM とかでもなんか来ませんか、性に積極的だっていう風に言ってたら、会いませんかみたいな、性のことを話すだけで、そういう風な人たちが来てしまうっていうのが、もうよりなんかこう女性の性を表には出しちゃいけないっていう風にされてしまうような感じが、積極性を下げないと変態と思われちゃうみたいな気持ちが、なんか私は知りませんみたいな人を作っちゃってるのかなっていう気がすごいする。このぐらい一周回って開き直れば来なくなりますよね。トワジョーさんがツイッターで書いていたやつちょっと紹介したくて、ありがとうございます。なんだろう、セックスがしたいんじゃなくて好きな人と抱き合いたい、気持ちよくなりたいんじゃなくて自分をしっかり見てくれてるって感じたい、行きまくりたいわけじゃなくてこの人の前で乱れ狂ってもいいって思いたい、大切にされてるって肌で感じられたら満たされるんだって言いたい、これも女性のセックスに対する気持ち、全てじゃん。もう、ね、多分大共感で、ね、これをこうしてるっていう自分を想像したらなんか多分涙出てくる気がするみたいな。これをどれだけの男性が分かってくれるかなみたいな、ここにこう出しといた方がいいここにね、こうやってガーって書いて、女性自身も割と分かるべきところだって思ってて、男性にまず分かってもらうには女性が分かってないといけないので、女性も本当の欲求っていうのがそっちの2個目の方の可能性はすごいあるんだけれども、その可能性っていうのに気づきにくくて、本当の欲求みたいな、だから分かりやすくセックスがしたいとか行ってみたいとかそういう感じになるのかなって、満たされてないなって思った時に、これを振り返って、あ、自分が本当に欲しいものは何なんだっていう風に思いますもんね、これ見てると、セックスをしてて相手がすごい優しいし、尽くしてくれてるんだけど、なんか気持ちよくないとか思っちゃったりするけど、優しくしてくれてるっていうのが、の自分のことを見てくれてるのとはまた違ったりして、そういうところを気づけるといいですよね、女性自身も。確かに確かに、気づけないとなんか結局落ちる思考っていうのが自分はおかしいんじゃないかなって悩んじゃう方が多くて、女性って叶えたい願いと叶えるべき相手がずれてるってまず思わないと、自分の体がおかしいんじゃないかな、でこうそこに心ない一言でも入ろうものならもう一生もののね、トラウマになるみたいな、本当にちょっとした男性の一言でずっと悩んでる方っていうのを聞く、いや本当にあります、そうですね、男性もポロッと多分言ってはいるんだろうけど、この自分自身を守るために男性も守っちゃうから、思った反応じゃなかった時とかについポロッと言っちゃう、自分が悪いって思いたくないから、それこそやっぱ自覚するのは苦手だからね、なぜ言われたかもわからないままに、私がおかしいんだみたいな、もったいないですよねこれは。本当に言われた一言とかも、
か本当フィードバックできるような間柄だったりとか、うんうんうん、なんだろう知識量っていうんですか、うんうん、そういう感じだったらなんかなんでその時そう思ったの、うんうん、とか、うんうん、私はこう思うんだけどあなたはこう思ったのみたいなのとかができる、うん、言える時間がちょっとでもあるといいんですけど、うんうん、言われっぱなしでなんかあれは何だったんだろうみたいな感じになっちゃう人の方がやっぱ多いのかなって多そうですね、うん、聞いてると、うん、女性側も相手にテクがないから、うん、全然できなかったなんか今回全然できなかったみたいなのとかも、うん、女性側は女性側に結構あったりするから、うん、確かにありますね。で、まあ、直接その人には言わないかもしれないけど、うん、それもなんか結構お互い様、うん、その下手合戦みたいなので悲しくなっちゃうんですけど、うん、なんか言えればいいのにみたいな、うんうんまあ、でもそれもさっきのトワジョさんのツイートじゃないけどやっぱどうしてほしいのかが伝えられると相手もそれに合わせてできるからその下手合戦みたいなのが起こりにくくなるのかなっていう気はしますよね。性教育でやっていく内容じゃないですか、人のことを思うというかそこが一番やらないといけないところなんじゃないのかなって思ってるんですけど、絶対そうですね。2つ目のテーマに行きたいと思います。セックスについて。セックスに何を求めますか？それは私たち個人で最初個人で何を求めているんだろう、うん、私はなんですけど、まあ、多分女性は結構そういう人多いのかなと思いますけど、うん、なんかこう愛されてる実感っていうかをちょっと確認じゃないですけど、なんか嬉しいなみたいな、嬉しいな幸せだなみたいなこう時間の共有、好きだなみたいなのを求めてるかなって思います。ウェイトで言ったらでもやっぱそっちメインなのかな。どうなんだろう、もうちょっと自分のことがわからない私はもうしかからない逆にわからない、私は快感だけを求めているのかも、癒し合いにはなってるなっていうのはすごく思ってて、でも癒しっていうと妙になんかほっこりしたものって捉えられそうだけど、もうちょっと勢いよくやってたいですね日常に溶け込んでるからあえて今何を求めるかみたいなのは出てこないみたいな感じですかね。そうですね、足りない足りない足りないっていう状態が続けば、もっとこう確認したいものとか自分が感じ取りたいものっていうのが変わっていくのかなっていうの、でこのじゃあこの確認したいもの感じ取りたいものが足りないっていう状態が結構一般男性の結構多く感じてらっしゃるところなのかもしれないっていう、また最初のお話に、その状況だとやっぱりしたい欲のなんだろう種類が違うのは しょうがないかってなりますね性欲すごい上がってるなみたいな時に、セックスしようってなります、できたらいいなってタイミング的にできたらいいなっていう感じ、力強くこういう感じできたらいいのにな、今多分そういう時期みたいな、そういう時にタイミングもぶち当たったら最高、できなかった時ってどうしてます？大セルフプレイ大会ですね。セルフプレイ大会大会です一人の時間も全然私は超大事派なので、そうなんで、まあそういう時は今まで使ってなかったなんか引っ張り出してきたりとか、マッサージオイル出してみたりとか、温感のやつを体に塗ってみるとか人体実験をしてらっしゃるからねこれは持ちがいいなみたいなあったかい、そうそうそう、こっちのなんかジェルはいいなとか、なんかそういうのを試しながら、あったかジェル、こっちいいなとか、こっちこうだなとか、研究タイムみたいなのを楽しんでることが結構私は多いです。めっちゃいいですね。男性でパートナーが相手してくれなくて、もうもんもんとしてるとか、女性を支度させるにはどうしたらいいかっていう相談質問ってすごく多いんですけど、でもマリナさんみたいに過ごせてたらなくなりそうですよね、そういうの。そうですね、やっぱりなんかこう自分の体の扱い方っていうか、そういうのを本人が分かってれば、まあ、どんな時でも対応可能みたいな感じにはなるのかなっていう気がします。自分でエンジンかけられるみたいな感じ。パートナーとしないとっていうふうに思ってる方って、それ男女ともにいると思うんですけど、自分の性欲が湧いた時点で全部パートナーに求めちゃうと、ちょっとなんかこうセックスが辛いものになってきちゃうのかなって
っていうのって相手が同じだけ欲を持ってるかは別の話ですからね、やっぱりそこも、うん、欲の出るポイントってやっぱほんと人それぞれタイミングも違うから、うんうん、だからそれこそもと話して頻度とか、うんうん、そういうのも話せたらいいよなって、うん、頻度話せるといいですけどね、うん、そうそう、冒頭にあったように、うんうん、女性は性欲が少ない、うんうんうん、ないって思ってらっしゃる男性もやっぱ圧倒的に多いから、うん、パートナーはこう、うんうん、セルフではしてないって思ってらっしゃる方が多いじゃないですか、ゆえに、うん、でしかも自分にも答えてくれない、うん、ゆえにこの人は性欲がない人、うん、みたいな、うん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 、でなんかこう言わてて、いやいやいや、うちの顔全然それ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 聞く聞くどこの情報みたいな私は誰のお嫁さんの話を聞いてきたのかなみたいなそうそうお嫁さんたち側からはね、だっていっぱい、うん、旦那さんが構ってくれないとか、なんか全然こうしてほしいのに分かってくれないとかいっぱい聞くから、まあ、そことそこがペアなわけじゃないけど、うん、いや、うちのはとか余裕こいてる場合ですかって研究結果なんですけど、うんうん、女性はパートナーの男性が自分のことをどう思ってるかっていうのが自分の満足度に影響するらしいですよ、うん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 、男性は自分が相手の女性のことをどれだけ魅力的と思うかっていうのが自分の満足度へえ面白い面白い男性が好きだって言ってるシチュエーションだったりとか、うんうんうん、まあ、服装だったりとかっていうのにこう実現してあげると、うんうん、まあ、男性の満足度が高まって相手のことを魅力的だって思うので、うんうんうん、女性も自分のことを魅力的だって思われるから、うんうん、また満足度が、ウィンウィンな関係になってきた。女性としてはずっと男性の好みに合わせてるから、うんうん、好きって言われるのかなみたいな感じになってしまうところもあるのかなと思うんですけど、うんうん、レスの解消だったりとかっていうのには有効なんじゃないかなってちょっと思っていて、どっちかがきっかけ作んないといけないって思うんですよね。だからそれだったらまず自分が変わってから相手を変えることができないのかなっていうふうに思うので、さっきのパートナーをもっとセックスしたくさせるにはどうしたらいいでしょうかは、結構その相手を変えたいっていう欲求がすごい、うん、そうですね、難しいんだそれは、うんうん、自分がどう変わるか、うんうんうん、欲を抑えるのか、うんうん、パートナーがしたいと思われる行動をするのかとかっていうのを、うんうん、そこにフォーカス当ててもらえたらきっと結構すぐに解消するんじゃないのかなって思ってるんですけど、うん、確かに、うん、どんな男性がセックスが上手だと思いますか。私の中で一つ完璧な定義があって、うん、やばいやばいやばいこんなに簡単な語彙で僕はこの先生にこうやって聞いたからみたいなシンプルな答えが出た正解正解絶対上手くなっていく伸びしろが絶対にある、積み重ねですからね、うん、本当に、うん。